今現在の私自身がこの資格をどう思ってるかっていうともうはっきり言って車の免許と同じぐらいの感覚しかありません、まあ、免許をねこれないと車乗れないですからこれは絶対必要なんですけれども、まあ、社会福祉も一緒でこの資格がないとつけない仕事っていうのがあるわけですで実際今も私もこの資格がないとつけない仕事についてますのでこれ資格がないと困るわけです。だけど 資格があるからといって偉いかっていうと車の免許を取ってね俺免許持ってるんだすげえだろっていう人いないですよねまあそれと同じで社会福祉の資格持ってるからといって,言ってまあだから何って感じですよね。